カード技術の基本になる技法について、研究した結果でこういうふうに思いますということを、ご説明をしながら少しデモンストレーションしてみたいと思います。最初にフォールスカットからやります。フォールスカットっていうのは目的はカードをこういうふうにカットする、こういう動作をしたように見せると、だけども実は何も切れてないというふうにするのをフォールスカットと言います。そのようなフォールスカットにはいろいろな種類がありまして、2つに切るのと3つに切ったり4つに切ったりするのもありますけれども、たくさんの人がたくさんの、フォールスカットを発明して発表しています。で、日本でもいろんな方がいろんなフォールスカットをやってますけども、私はフォールスカットは基本的にカードをカットしている動作に見えるものじゃないと、あんまりその複雑な動きをするものは望ましくないと、そういうものはやりたくないというふうに考えています。今日はおすすめするフォールスカット何種類かご紹介しますけれども、もうすでに本に書いてあるしたのがありますが、一つは、2つに切る切り方ですけれども、ちょっと、どういう印象かご覧になりますけれども、これやってるかどうかがよく見えないと思いますので、ちょっとセットしますね。じゃあ下に、赤のエース、本当は全部セットした方がいいんですけど、ちょっと手間が大変ですから、上に黒のエースこうセットしてて、これが切れてないっていうことが分かるようにしておきましょう。で、今やったカットですけど、これ普通のカットに見えると思うんですね。だけれども下が赤で上が黒と全然変わってないんですね。これは私が作った新しいフォールスカットなんですけど、こうですね。ちょっとどういうコツかを説明します。これの元になる原案、もともとのフォールスカットはこういうカットです。これは古い技法でやってる方はまだいらっしゃると思いますけども、このカットの効果は同じです。元へ戻ります。ただしよくじっと見てると、最初に置いたのは下だっていうのがどうも見え見えなんですね。で、これ下ですね。これが上です。ですから下を置いて上を置けば元へ戻るのは当たり前なんですけども、今の動作をやると割と切ったように見えるんですから、ですからこれも合格点なんですけども、じっと見てると実は切ってないという、それをじっと見てても切ったように見えるようにできないかということを研究した結果、私が作ったのはこのフォールスカットなんですね。これは上を取ったように見せて下を取ってます。で、どうやってそういうことができるかということを今度説明しなきゃいけないんですが、これ種明かしですけれども、これ右手でこの上の半分を取りに行くように見せかけながら下半分を取るんですけど、どうやるかというと、左手の人差し指で下半分のカードで自分の引っ張ります。ちょっと露骨にやって横から見ていただくと、こういうことするんですね。で、正面から見ているとこっちへこう引っ張ってるので、まあ、あんまり立ちません。横だと見えちゃいますね。それを少しこう縦にした状態で手をこうカバーしながらこの人差し指でカードを押し出します。そうするとこう出てきますから、出てきたカードの左の手前の隅を、右手の、これ親指の股ですね、股に挟み込みます。ちょっとサムパームのような位置ですね、コインをサムパームするような位置、そこにカードを挟みます。で、この挟んだままこれ引っ張りますとこう抜けますけれども、このまま引っ張ってこう持つカードを持つ手が不自然になります。ですから手前に出てきたらば、人差し指と中指を曲げまして、3本の指でこのカードを持つように、普通にカードを持った状態に姿勢を変えるんですね。
それすごく大切なコツです。こうなあ今切れちゃった失礼しました。油断してると下が赤上が黒ですね。こうして、取りに行くときに手がこうカバーしてますから、で挟んでこう取ってこういう紐を引いてきましたね。でこれ指がこうかかります。でかかったらですねこれちょっとのの字を描くようにテーブルに置きます。あんまり大げさにしちゃいけないんですよ。ちょっとだけこうのの字のような動作、これも同じ動作でちょっとのの字を描いておくと、そうすると見たところ、こんな感じなんですけども、切ったように見ますでしょ。これが私の発明したフォールスカットです。1972年に発表しています。もう一つじゃあ別のフォールスカットを、ご覧に入れます。これはあの、テーブルを使わないで持ったままやります。ご子息分から何状態ですね。これから今フォールスカットしますっていうのはおかしいですけど、こういうふうにしてこう切ったように見えると思うんですね。一組のカードを二つに分けて上下入れ替えた。これ切ってないんですね。元に戻っています。これもあの私が愛用しているフォールスカットで非常に自然に見えるフォールスカットだと思いますけれども、これのやり方はですね、最初一組のカードを左手に持って右手をこう上から添えた時にカード半分持ち上げまして真ん中辺に小指を挟みます。左手の小指を。でこれはあの指先だけちょっと挟むブレイクという技法がありますが、ブレイクじゃなくて指全体を突っ込んじゃうんですね。深く深く押し込んで構いません。ただしお客様には見えないように、小指を奥に差し込んでしまいます。それでその状態でですね、パスという技法がありまして、クラシックパスというのはこの状態から、左手の、小指と薬指で上の半分のカードを挟んでいるのを右手にこう引くっていう技法がありますね。それと非常に似た動作で下半分のカードを左手に取り右半分のカードをちょっと待ってください。下半分のカードを左手に右手に取るんですね。で左手側はその小指と薬指で挟んで持ってる状態ですから、もっとあの極端に言うと下半分を右手で左に抜くっていう感じでもいいんです。こうですね。抜くんです。で、抜いたらばぐるぐるって円を描いて回ってきて、左手が持ってるカードは下へこう置くと。そうするとどういうふうに見えるかというとですね、これ今こうフォールスカットしてるんですけども、こういう状態ですね。ゆっくりやると。これゆっくり見ててもこれ切ったような感じがあると思うんですけども、これ何をあの模写しているかというと、この動作の模写しているんです。これ切れちゃったんです。今これ本物のカットですから、これ切れちゃいましたね。もう一度本物のカットやりますよ。これ本物のカットですね。でこの動作と非常にその、雰囲気の似ている動作をこの小指を挟むことによってこういうふうに実現しようというそういう発想です。これが私の第二の、おすすめのフォールスカットです。じゃあ今度は第3のフォースカットで、これはですねやっぱり上と下をエースにしておいてやりますが、これはあのやっぱり相当昔から皆さんにお勧めしているんです。これは三つ切りです。こういう動作ですね。これはあの実は何も隠してないので見た通りのことをしていますけども、これであの上と下がこう残ってますけど、一組の数って一つも狂ってません。全部がそのままです。フォールスカットは大体特色としては全部元に戻るということで、この三つ切りはあの非常にスムーズですけども、切り終わると元の状態に戻ります。でこのカットのですね、オリジナルはこういうカットの、これはあの結構有名なんですけど、こういうのなんですね。これあの原案です。このカットでもこれ元へ戻ります。で今の動作はちょっとあの見てると露骨なので、ちょっとそれを間接的にしたいので、私の動作が1個多くなってるんですけども、1、2、3、4、5と、こういうリズムなんです。もう一度やりますよ。1、2、3、4、5です。でこれはあの
細かくご説明しますと、まず1、これは左側に置いてある山から右手で上の3分の2を取って右に離しておくという動作なんですね。これ1です。で、2の時何するかというと、左手が左のカードを取って右手は今持ってきたカードの上半分を取ってこの位置に置きます。2ですね。で、これこっちこれどういった状態で、3はこれを真ん中に置くんです。3、4は右のを重ねる、で、5は左のを重ねる。これで元に戻ります。この、 リズムがですね、左と右が変わるまでに仕事しますので、非常にリズムが自然に見えます。もう一度やります。1、2、3、4、5。声出さない方がいいですけどね、リズムとしては1、2、3、4、5。これ黙ってやるんですよ。これで元へ戻って、これ第3の切り方ですね。最後に付録で一つだけ、もう一つ面白いフォースカット、これたくさん開発すると自然なフォースカット結構できますけども、これも割と自然に見えると思いますけど、これ一組ありますね。これで切ったような感じなんですよ。これ元へ戻ってます。これはちょっと面白いと思いますけど、これはどういうことをしているかというと、こう持ってますね。ちょっとエースを分かるように、でこう持ちまして、これで切ったように見えて切れてないということですね。で、やり方の説明します。カードを普通左手に持ちますが、この場合は右手で手前側指、向こう側に4本指を当ててカードを持って、こういうふうに右手でカードを保持します。それで人差し指で向こう側パクッと開けてカードの上半分を上に持ち上げます。それで左手でこの上半分を今持ち上げた部分の下に人差し指、上に親指でカードを挟んで左に抜いて、抜いたこのカードの上に右手のカードをサイドをぶつけてこうトントンと音を立てます。いいんですね。そしたらその叩いたカードを地面に置いて、左手で持ったカードを右手で取って、この一回だけ叩いて乗せると。そうするとリズムがとてもいいと思うんですけど、もう一度やるとこういう感じです。ちょっと期待な感じありますね。これもちょっと新作なんですけど、こういうのがあるなと。まあ、これは付録でつけて、今日は4種類ご紹介しました。